はい、それでは新川の桜の取り組みについてお伺いします。はい、私は土曜日か日曜日、そういうふうに新川千本桜の会というのがどちらかの曜日で開催されています。その時に、草刈りですとか、桜の成長を阻害するような虫の退治ですとか、そういうことをしながら、今会の活動をしております。20年ほど前からその活動はあったのですが、ほとんどが市の方では手を出さず市民が活動を主にしておりました。最近では観光名所としてすごく注目も浴びまして、綺麗な桜を咲かすのでとても圧巻です。川に沿ってものすごい長いのが日本一だということで、その圧巻の桜についてテレビに出たりだとか観光地化しております。八千代市は京成バラ園が有名で、全国的に有名でバラがメインになっておりますが、新たな観光名所として桜の、その並木道、とても長い、日本で一番長いんではないかと言われている河津桜の観光名所を盛り上げていこうというふうになってきています。八千代はだから観光地はそんなないから、まあ、新たな観光政策としてこれはじゃあ打ち出すっていうことでいいですか？はい、そうですね。はい、わかりました。じゃあ八千代の桜がじゃあ全国的にも有名な観光地になるように頑張ってください。わかりました。はい。